<laughs> じゃああっちさっきまで寒かったのに暑い、はい、in 宮崎チキン南蛮冷や汁大好きな水井ですマンデホー放置なんですねはい予日感覚ないですねこっち来るとねで今日はここで何をやりますっていうことでこちらです何、うん、すかこれ いや知ってるでしょ <laughs> 安倍監督に10の質問やったやつの丸「○×Yes/No」と全然違うじゃないかこれ <laughs> 絶対ドンキでしょドンキ。言ってみよう。ということで、はい、あのねコメント欄に皆さんから「安倍監督のインタビュー後編はいつですか?」とかまあ,あとね加藤さんと安倍正彦さんとのまあドラフト特集 いつですかと。うんで、まあ、明日でね、キャンプ終わりますんで、僕らはちょっと人段落して、どん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 、そしてね、もう一人ね、インタビューしてるコーチもいますんでね、そちらをどんどん出していきますんで、ぜひ、この際、チャンネル登録、どのカメラだ、<laughs> お願いします。まずはあ日、うん、阿部監督の10の質問の後編。明日出しましょう。はい。と、はい、いうことで、今日は水井さんの10の質問。はい、10の質問、僕にぶつけるってことはい。この安,安いやつ、ね、<laughs> はい。 取材に応じた回答ですからねとりあえずイエスノーで丸パツだけどねお願いします水井デスクへの10の質問1ジャイアンツの雰囲気が変わった2良くなったはいはいあとではい慣れませんこんな秋キャンプで来季ブレイクを予感した選手がいる 3番これは安倍監督にも同じ質問したんですけれども、はい、一発構成よりスモールベースボールが好きだ4俺はでしょはいそうです4来季はスタメン固定で戦ってほしい <laughs> 5、えー、不動のセンターに押したい選手がいる1人ですかまあ何人でも 同じく五番に押したいバッターがいる。西舘投手は先発で使ってほしい。い<や>あれ、ペケ、ペケでいいですか。はい、ああ、なるほど。八、はい、菅のリリーフはありだと思う。 F. A. で補強してほしいポジションがある。最後です。来季巨人は優勝すると思う。これやったら、現場に入れません。<laughs> まず。まあ、一つ目、ジャイアンツの雰囲気変わった。いや、もう。いや、さらにね、去年がどうの、今年がどうのこうのじゃなくて。うん、さらに、やっぱり。ピッチャーの方は。内海コーチが入ったことで。 杉内コーチのコンビ。まあ、練習きついよ。もうファンの方も、はい、うわーうわーとか楽しみながら、選手が苦しい、悶絶している姿を楽しみながら、あのー、そこでに活気があるんですよ。苦しみながらも活気があって、まずもうサブグラウンドの投手エリア、見てるだけで楽しい。はい、でこっちの本球場の方も、やっぱ河合コーチが盛り上げるんですよね。 内野手、菊田選手とか、はいうん、岩佐選手とか、直木選手、陸選手とかを。うん、で、たまーに厳しいこと言う。それに対して、また反抗してくる。いい意味で、選手たち。うん、すごくいい。で、部屋のコーチが、まるで選手かのように大声を張り上げる。すごくいいです。バランスがいい。なるほど。うんまあ、兄気分が2人増えたって感じですよね。 そうですね。もう兄貴分が2人とかいうよりも全員がなんか兄貴分に、うん、安倍監督の方は兄貴分だから、はい、うん、ドーンと座ってることもないし、すごいと思います。みんなに見てもらいたい。早くハローキャンプ見てもらいたい。じゃあ次。はい。秋キャンプで来季ブレークを予感した選手がいる。うん。いる。これは。うん、下手したら、1年間使ったら、それなりの、 もうなななんんかかいっちゃゃじそれでいっちゃうんじゃないかな、数字もね、気がするんですよ。それは誰ですか岩澤大選手ほ<う>あ今まであんまり名前出さなかった、はい、まあ守備の、ね、面のスーパー、はい、もうスーパー忍者であることは間違いないんですチームのナンバーワンだと思うんですよ。なんですけど、今回、シートバッティングとか、いろいろ練習とかもいろいろ見てると、バッティングがまあ長打力も。 あるし、そして、コンタクト率もなんかすごく上がっているように見えるし、そしてね、監督、コーチの評価もすごく高い。高くなった。なるほど。環境が変わって、見方も変わって、だから、まあ今、セカンド直樹選手、ショート門脇選手と、まあ言われてるつか、取ってもらわなきゃ困るんですが、うん、例えば、順調さを変えたり、ね、数字が残んなかったりしたときに、 岩選手セカンドもショートもできるし、ぽンと入れたら、はい、もう、下手したらレギュラー掴んじゃないかぐらい、熟してる、し熟したんじゃないかなと思うぐらい、<ー>そして、ね、顔もいいし、キャラも取ってるし、足速いし、何でしょう、守備いいし。フェニックスで一発打ったりもしてましたけど、うん、あれはもうフロックというより、たまたまじゃなくて、ね、全然全然,全然、っ真っ先に名前上がります、僕の中じゃ。うん その次の質問でイエスでしたけど違いますねノーでしたね一発構成よりスモールベースボールの方がそりゃ監督は地道な緻密な相手が嫌がる野球をやるとおっしゃってましたけどまあファンからすれば僕からすればなるほどまあその打線ですけれども 来季ははススタメン固定でで戦ってししい、うん、これ水井さんはイエ中たよね難しいね、まあ。今年で言うと象徴的だったのが、まあ、あの共にリーグ制覇した阪神が固定,、うん、固定オリックスが流動的,流動的というイメージですけれども、まあ、優勝するチームは大体固定ですよね。うん、なんですけどやっぱりまだ若手がね、はいえー、顔を出すだろう、はい、そしてこれといって でここは誰って言い切れないところもあるから、うん、開幕までにそうは固まらないと思うんですよ。なるほどでいろんな選手やっぱ僕の立場からすると見たい23 <laughs> 軍 <laughs> もう若手応援チャンネルですから応援チャンネルとしては、はい、いろんな選手見たいのでもちろん内野手固定センターライン固定の上で <laughs> <laughs> レフトとライトとかはなんか流動的で。 もういいかなっていう気するほどまあその、まあ、うち、ん、優勝見えてきたら勝手に固定になりますよなるほどうんこれはもうファンメッセスまあその中で先ほど名前も挙がっていた湯浅選手がどう絡んでくるかとか、はい、そう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 、ね、湯浅選手がいるっていうことは来年でかいと思うなるほど門脇選手に何があっても坂本選手に何かがあってもあんまね不吉なことは言うのやめようはい というわけで不動のセンター、はい、センターラインは監督も固定したい、ね、うです、ねうん、できれば日本人選手で、うん、司令塔になってくれるような選手がというふうにおっしゃってましたけれども、はい、押したい選手、いる。とりあえずキャンプから、うんうん、萩尾選手、はい、押したい、うん、ただ、浅野選手にも取ってもらいたいならば。 萩尾選手レフト、浅野選手センター。やっぱ近未来は浅野選手をセンターでガチンと、もう20年、浅野省吾で。はい、20年。はい、20年、この先20年浅野省吾で、センター、はいはい、センターラインの中心、司令塔、やってもらうために、はい、去年取ってるんですから。1位、はいうん、で。うん、ね。萩尾選手は、やっぱり、浅野選手がガンと入だったらレフトに入るとか。 まあ、そうしたら秋浩選手どうすんのとかいろいろあるんですねまさに同じこと,だ,とだから固定はやめようってことですなるほど <laughs> そうそうまあ質問でもねあのこの10の質問以外にも、はいまあ、ファンの方からのいろんな質問で、まあ、浅野選手の腰の具合どうですかって心配する声もやっぱりありまして正直だからジャイアンツ球場で、うん、まあね情報聞くとキャッチボールもやったり、うんまあ、徐々に徐々にもう動き始めてる。 みたいだし、今は焦やっぱこのキャンプの宮崎からの情報、うん、報道って絶対目にしてると思うし、うん、何してんだ俺はってやっぱ思ってると思うよ、うんうん、だけど今は焦らずで12月1月でもう一回体をでかくしたりねえー、ワンレベル上げて2月勝負、うん、そうです、ね、秋よくたって春だめだったら開幕い,いないんだからうん、はいうん 全然焦る必要ないですよ。次、打線の方ですね。うん、5番、打線の5番に押したいバッターがいる。難しいんだよね、これ。俺、何したっけいるっつったのね。いるんですよ。はい、いるの。誰ですか菊田選手。おおポジションどこですかこれなんだよ、問題は。ここなのよ。<laughs> やっぱりファースト、岡本選手、うん、サード、坂本勇人選手、これはもう監督がもう明言されてるんで、はいうん、です、なので、まあ、レフト、でもレフトやってないしな、ただ、フリーバッティング、まあ、僕ら見てるだけですけど、えげつない打球、あの矢野コーチと、はい、あのやっぱり腰の回転、うん、やっぱ僕らも小さい頃から言われてますよ、地面と平行に回す、はい、この、なんつうかな。 煽らない。はい、飛ばそう飛ばそうとやっぱりあおるガンになるそれをやっぱり逆に潜り込むじゃないけども、うん、スパーンとそういう形をこのキャンプ早出からずっとやってて本人もすごい意識してるようにフリー打撃やってるんですよ。そうするともう低,低いとこからスーンって上がっていくようなスピンの効いた打球が飛ぶ、はいうん、力任せで飛ばしてないみたいな打球が 言ってるし、矢野コーチも変わってきたよ、菊田って言ってるし、うん、そしてあの元気で、サードの守備も上手だし、まあとはいえっていうところあるじゃない、はい、だけど、坂本選手が144試合出れるかって言ったら、安部監督もやっぱり120って言ってるし、まあ岡本和真選手にだって、ね、疲れが出てきたりするっすよ。わからん。 全部出てもらなな困るよリスクに備えるっていう監督もね万が一に備えていってそっちの最悪の方を考えるよっていうふうにおっしゃってたんでじゃ次ピッチャーです質問のほうでファンからも質問多かったんですよね石立選手先発ですかリリーフですかっていう正直ね全く見てないのではい ただ一つ言えるのは、先発何人いてもいいっておっしゃって、本当に何人いてもいいと思うんですよ。はいはい、だけど、いろいろ大学関係者の話を聞いて、総合すると、あの、スタミナがどうかなっていうところあるんですよね。その不安はあるけども、だけど、安倍監督のあの、あの期待の様を見てると、まあ、あそこでも質問しましたけど、まだ出てませんけど、うん 上原浩二さんになれるんじゃないのという僕の期待というところだね。この期待に関してはちょっと難しい、だ同じくそのファンの方からの質問で、高橋麗投手、移籍してくる高橋投手に関しては、先発。いいピッチャー取ったっすよね、はい、本当に。高橋麗投手、僕は、はい、僕はね、僕は先発、うん、入れたい。うん、やっぱり先発も右と左がいるわけだ そこにアンダーよ6枚のうちの1人がアンダー。はい、このアンダーを苦手な人ってやっぱバッターは絶対いると思うし、うん、右と左だけで、ね、スタメンを変えてくるチームだってあるわけじゃない、はい、そこにアンダーがもっと変えてくる、うんうん。やっぱり相手を考えさせるっていうところ、まあ、予告先発の世界だからね準備はできるけどもでも相手を考えさせるっていう意味では霊投手が。 ローテに入った方が面白いんじゃないかなって思う、うん、考えさせる野球じゃあ続けてその菅のリリーフはありだと思うにペケペケないしょはい開幕ローテもう一回僕個人的には三本柱に入ってもらいたい、はいうん、もちろんエースは東郷投手実績十分になってエースらしくなったしえーまあ、東郷投手を先頭に、うん 菅野投手には、まあ、全然できると思うんで全然できると思うんで3本柱はいバリバリ投げてもらって入っていくれ。そういう中で視聴者の方でねやっぱりリリーフ今シーズンなかなかこううまく固まらなかったっていう意味で、うん、789回見えてきてますかっていうような質問もありますけれどもはい,、はい、いかがですか。キャンプご覧になって。まあ あの大勢投手への期待っていうのはやっぱり揺るぎないものがあるし、うん、もちろんね終盤シーズン終盤に帰ってきてけがから帰ってきて、まあ、打たれたんで不安も残るところもあると思うんだけど、ねえーまあ、これも後編で監督しゃべってますけどね、うん、あのやっぱり大勢投手への期待は大きいんであと中川投手不動のこっちはもうあんだけ腰のね リハビリから帰ってきて、あんだけやるとは思わなかったんですよ、正直。そうですね、来年はもう頭からいるて、4月からいるっていうのは心強いですよね。うん、なので、まあ、ここはちょっとさっきの話とかと矛盾しちゃうけど、うん、例えば、後ろにも入れそうな高橋麗投手とか、菅野投手もそうだし、うん、あと、バルドナード投手との契約はよくわからないけど、うん、いろいろと回せるピッチャーはいると思うんですよね。はい、あそして西投手、うん 回す男で回せる投手がいるから、はい、ここはうまく監督がオープン戦、紅白戦通してもう一人作ると思いますよ。大抜擢だってあると思う田中千春投手であったり直江投手であったり、うん、先発かリリーフかっていうようなピッチャーがね,ね数多くいるんでその中からどういうチョイスになっていくのか、うん、そう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 田中千春投手とかもさ、まあ、本人は先発やりたいって言ってるけど、はい、このキャンプのブルペンの球すごいぞあれ。 まっすぐ、そしてフォークの落ちいや村田慎一さんも、うん、あのカメラの回ってないところでしたけれども、うん、あれセットアップはいけるぞっていうようなこともね言ってたうん、うん、だからあとはいいんだろうね井上投手とか堀田健信投手とか、ね、直江投手、うん、松井投手などなどいろんな適性も調べられると思う、はい、京本投手に関しては前よ 絶対うまいなるほど。んかさ京本投手を見てると、はい、去年の今頃本当高卒のルーキーの、ね、育成選手というイメージだったけど、はい、今やなんかさ別育成選手だっけって感じがするよねまあの。目に見えて体も大きくなったじゃないですか。 こんな一年でたくましくなるのか人はみたいな。うん、うちの息子もそんぐらいたくましく育ってよ <laughs> 高校受験、はい、頑張ってください。い <laughs> それで視聴者の方にね、はい、まあ今清本選手の名前も出ましたけれども、うん、育成選手の中で開幕一軍とかまあ入ってくる選手いますかとね、いるでしょ。まずだから京本投手、はい、は絶対入ってくると思うし。 あとリリーフ、先発のもどうですかというようなコンね、も視聴者の方からありますけど。ユーセフ投手の、ねえー、ご家族、ご家族今日来てるんですよ。今 <laughs> 今日<も>今日。も、はいね、さっきユーセフ投手の後ろに誰かいるなと思ったら11歳年下の妹さん<ー>めちゃくちゃ可愛い <laughs> 11歳離れて、ね、懐いて兄ちゃんとこ、兄ちゃんとこっつって。 バントしてるお兄ちゃんずっと見つ <laughs> ずっとこうやってるよって言ってた。かわいい、めっちゃかわいいまああの。なかなかね、この今回のキャンプの動画で取り上げること、機会が、ね、なかったですけど、中田歩夢選手、はい、もう大抜擢じゃないですか、この秋の成長したという質問がもしあるんであれば、はい、あのユーセフ投手と中田歩夢選手の高卒1年目コンビ、はい、やっぱりこのハイレベルの中で、うん 混じって練習してるっていうところで、はい、やっぱり何をすべきかってことも分かっただろうし、うんえー、自分の進むべき方向が分かったと思うんですよ、うん、そしてレベルの差もね、まあ、当然あるじゃないですかそこも埋めるいかに埋めるかっていうことも分かったと思うので、はい、すごい成長したなと、うんうん、あとこの秋季キャンプに高卒1年目ルーキー高卒1年目ルーキーってなかなかかかぶってるけどね言葉が。 連れてくべきだなとなるほど。じゃあ残り2つの質問の中で、はい、えっと、これね、視聴者の方からもすごく多かったんですよね、はい、FA どうなりますかっていうような質問。FA もだって、まだ宣言してないで迷ってる選手がいっぱいあるもんね。はい、もちろんだから、ジャイアンツも調査してると思いますよ、まあ、全員調査してるんですよ。 その中で、現時点でトレード3件成立させたでしょ、はい、まだ動いてる可能性はありますよ、はい、あ安倍監督を多分活性化させたい人なんで、うん、その中でもやっぱり欲しいなと思うところには、手を挙げて交渉しに行くとは思うし、うん、まあもうちょいですね、FA に関しては、多分、なるほど動くか動かないか、欲しいまあ、補強して欲しいポジションがあるに、まあまるでしたけれども。ピッチャー、ーリリーフ 先発,先発でもリリーフ。うんうん、いいものはいいで、はい、何人いてもいいと思うし、うん、だって最悪なさ、まあ、10人一気に怪我する可能性ってなくないわけじゃない、はい、この世界、うん、何があるかわかんないですよ。したらもう何人いたっていいと思うんですよね。ただ意外ともう枠が結構埋まってきてるっていうね、うん、残り5枠。うん この辺厳しい戦い本当になりそうですね。あ、もう残り五枠しかないの。そう俺の支配下あげようか。<laughs> はい、次行きます。最後です。<laughs> まあ、これはもう本当ぶっちゃけで、ラッキー。はい、巨人は優勝すると思う。いや、それはもう。優勝すると思って追いかけてますから。なるほど。優勝すると思って。報道してますから。はい。 ザ・ポジティブチャンネルあその質問も、はい、ありましたホーチプロ野球チャンネルはいつでもポジティブチャンネルであるえどういうことですかえどういうことですかいやちょっとね改めようかまあポジティブな姿勢は変わらず、うん、事実をねじ曲げてまでポジティブにする必要はないそのつもりにない、はい、そんなことやったことないです、うんうん、やっぱり 4位、4位のシーズンでポジティブに行くこともやっぱつらいですよね、はいうん。だから、ポジティブチャンネル、今後ともよろしくお願いします。<laughs> どっちなんですかいや、真実は確実に真実として、その中で優勝の可能性はやっぱりあると。い,いや、あるでしょ。全然あるでしょ。うん、だって、ピッチャー6枚いるんですよ、すでに。内野手全員揃ってるんですよ。 課題をセンター誰にするかっていう、うんうん、大きな課題としてねはいそのチーム阪神以外にありますかその阪神がなかなかやっぱり強そうり、ね、やっぱ阪神は強いですよ由伸、うん、政権下の,あの3連覇した広島ぐらい強いんじゃないですか黄金期に差し掛かりつつあると年齢も若いですもんね、うん、主力の選手がジャイアンツも黄金期に 入っというわけで今回の秋季キャンプひとまずこれにてまああと1日ありますけれどもありますけどまあ最終日は阿部監督後編そして取ってるものがありますからねあの同じ阿部ですけど阿部正彦さんのねドラフトいろいろ選手の総評なども聞いてますんでまた去年と同じくそうですね で12月に入ったら、ま,あ、あのまた由伸さん、宮本さん、村田さんの座談会、ちょっと今、スケジュール調整中、はいはい、あと、皆さんがお待ちかねの水野スカウト部長、はい、こちらにも今ね、仮契約とか、いろいろとね、ね動き回ってるんで忙しいので、はい、そこの調整して、オファーしてますんで、お待ちください。今年中、10万いけるかな。 行こう。はい。はい。という、はい、ことで、一日早い<先>、一本始めします。ありがとうございました。心で、小さく小さく。よう。あれでした。<laughs>